いただきましてありがた御礼を申し上げます。落語でありどうも。いやこっちから見てる方がおもろいですけど。いやまあ行さんいたあるからね、それぞれやっぱり特徴のある顔をしてはりますが、なんか芸人が出てくるとどうも特に落語家っていうのは出てきたおもろい顔したんだって客席からよう声がかかりますが、よっぽどこっちからの方が楽しいような気がまあしかしなんでありますですな、子供さんでももう昔に比べたらだいぶ違います。私らが小さい自分の子供というのは個性がれという感じでね、そら汚かったですな、もうボロボロでね、ボロは着てても心は錦木中が、私らのは体が見えてる部分の方が多かったからね、なんかこの辺に小ぶら下げて歩いてるような子供があって、鼻垂らしましてね、体毒で耳の後ろ切れてね、みんな草っぱちでそら汚い子で、おいトラック遊ぼうかってこんな子ばっかりこんな子ばっかりですさ、それはもうこの頃はもう小学校入ったら鼻垂らしてる子なんて見かけへんからね、あれはやっぱり食べ物の関係ですかね、栄養の関係ですか、あんまり鼻垂らしてる子はよっぽどアホやない限り見かけませんが、うちの近所にはこういうの多いですがね。いやお前ですよ、それはもうすごいもんですがね、とにかくそういうことで子供さんがだんだん見切れになりますが、悪いのは昔も今も変わりはないんで、金輪というのは悪いとされてますが、で赤ちゃんなんか見ますと、私らどっちか言うたら子供が好きな方ですからね、できるだけ褒めてあげようと思いますが、褒めやすい子供はええけど、中に褒めにくい子せがれあって、どこを褒めてやわからん子供が、色が白かったら電車なんかに乗りますということで、お母さんがねこうお乳出して赤ちゃん抱いてはると、なんかこうあやしてあげようかなと、こうやっぱりね、なんか可愛らしいなと、こうやっぱりなんか言うたろうかなと、こう思いますでしょ。ほっと見て色が白かったら綺麗なお子さんですねで済むけど、真っ黒毛の子供がたどんでっかって、ほんなアホな誰が電車の中でたどんだいて乳出すやつおらへんわ、ね、すごいわ、よう考えたらお母さんもあれ、あの赤ちゃん抱いておっぱい出したあるさか絵になってるけどね、あれ電車の中で赤ちゃんも何もおらへんのに、これだけ出して乗ってたそらあんた偉い人気や、その車両はね。いやお前 よそガラガラやの、そこだけ前やってな、なんでこの車両だけダッシュですかなってなんかしてね、その代わり運転手気になって運転してられへんな、お前次はお乳ってほなほなってられへん、みんな喜んでおりたいなんかしてね、よう見た牛乳やってなんかしてね、すごいもんですが、まあ子供さんは青い顔してヒーヒー言うてるよりかね、やはり風の子というわけで表で走り回って悪いぐらいの方がなんか、こせがるっちゅう感じがしますが、かか羽織だせ、まあなんでんねん羽織羽織って、あの羽織かってあんたの会所でこしらえておまへんやろ、いいえな、こないだおもやのご隠居さんが亡くならはった時に、わたいが三日三晩夜通しをお手伝いしてに、その時に片見分けにしてもうてきた羽織やないか、持って帰ってわたいの着物にでもとおっしゃったけども、あんたに羽織の一枚もないのも格好が悪いと思ったさか、あんたにあげたやないか、それをたまに羽織ができたと思ったら、隣へ行くのにも羽織出せ、風呂行くさかい羽織出せ、この間ははばかり羽織着ていたやないか、格好のあること抜かすな、羽織出せ、どこ行きなんねん、どこも行くかい、天神さえ参んのんじゃ、まあさようか、いや決して止めしまへん、神参り止めたら止めたもんに罰が当たるちゅうさかいといな、その代わりうちの虎屋に連れてやんなあれや、おい蟹捨てもあれこりてんねん、あいつはあんな悪いごせがれないであれおい、連れて行ったら道で何かいかあかいて俺の手に合わん、そら何を言いなはん、男の子が手手親の手に合わんちゅうて一体誰が育てまんねんな、あんたがこしらえた子でしゃないか、まさか人さんの子やおまへんやろ、何をこのわじゃ人さんの子やおまへんやろ、わかった、近頃あのごせがれわいの言うこと聞かんすぎると思ったら、われあれこしらえるとき誰ぞに手たわしたな、連れて行きなあれ、連れて行けん、連れて行きなあれ、連れて行けへん、連れてやんなあれと揉めてるとこへ帰ってきましたんが、わんぱくだかりの子せがれ、偉そうにこんなとこへろうそく2本ぶら下げやってね、おかんにおとったんにおかんにおとった、まだ喧嘩してんのかいな、
よう喧嘩する夫婦やな。夫婦喧嘩犬は食わん言うて近所の人笑うたはんねん。やめとき言うてんのに。二人は喧嘩したら中に立った柱でわいがつらいが、生意気なこと抜かすな、このわけや。なもやめとき言うてんのに。わいしばらく表で遊んでくるさかいな。お父さんとおかんと仲直りにいっぺん寝るか。なやらしやつ。ああいうこと抜かせやろ。ここで言ってあんとこへ。あ、お父さん羽織着てな。まだ便所行くのか。どついたるか。表行って遊んでこい。お父さん、どこ行くねん、お父さんは。やいとせいに行くんじゃ。わいもやいとせいに行こう。あか、これずっぺんやいとせいとけ、お前。やいといたら何度うまいもんでも食えるような思うてくる。やいとっちゅうのは熱いねんど。あったりめえ、暑さが効くねん。暑なかったらしびれたんねん。そうなったお父さんも名古ないわい。肉たらしな。むかすことがな、肉たらしな。表行って遊んでこい。お父さん、お前、やいとせに行くにゃ、お前ら悪いとこないやろ。戦記で、お前、体の調子が悪いさ、やいとせに行く。おいも、血の道や、土足でしまいにもらって。表行ったはんでこい。連れてくれや。お前みたいな悪いやつは、連れてけ。お父さん一人で行くんじゃ。連れてくれや。お前、連れてけ、お前。もうええわい、もう。その代わり、こないだの晩のこと、向かいってみんな言うてきたね。何でも言うてこんかい。言ってきたら、向かいのおっさん、おお、とらやんか、こっち上がり、どないしたい、泣きべそかいて、どうしたい、おっさん、おもろい話言うたろか。おっさん、今、退屈でぼーっとしてんねや。お前の話、いつもおもろいねや。おっさん、楽しみにしてんねや。な今日はどんな話や。こないだの晩な、ワイトおかんと寝ててんで、ほんなお父さんをそうに追って帰ってきよったんや。かなんな、また酒飲みながらぐずぐずいよんのかいなと思ったら、その晩こそこそと寝間入ってきよん。珍しいこともあんな、今夜おとなしい寝よねんな思ってたら、しばらくしたらおかんがな、ちょっとあんたどこ触んなんねん、こそばいがな、とらやんが起きてまんが後にしなはれっちゅねん。起こし引っ張って何をすんねん。破れま寒いがな、この人後にしなはれ。ちょっとあの子呼びなはれや、あの子。向かいって何を言うや分かれしまいねんで。しゃあねえっちゃな、ほんまにもう。トラコー帰ってこい、帰ってこい。ほな、お父さん連れてくれるか。連れたさかい、早いこと帰ってこい。おっさん、お父さん連れたる言ってさかい、わいもこれで帰るわ。そんな殺生なこと言いない。話はだんだんおもろなってんやん。これからどないなんねん、思って胸ドキドキさせてんやん、おっさん。えなお前とそんなこと言わんとおっさんな10銭やるさかいな今の続き言い続き言い向かいの親父アホかろわけ10銭やるさかい続きやって話し家に何度咲いてるの思うてくれたトラゴー10銭もうて言わんと帰ってこい何を言ってないあおとたお前連れてくれるかしゃあねえちゃんまあ今日はおとなしして思ててああおとたおもろかったなおもろいことあるかあんなほらえが今日はおとなししてなあかんどもうおとなししてるお父さんなやっぱり表入れたらやっぱきれいな姉ちゃんとぐちゃ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 することあるけどそれ家帰っておかんに言うさかいちゃんちゃんバラバラなんあってなどこ行けばわからんが何も言うねえないど家帰ってあわわわわわかってなわいわいわいかってわかってなもうぼつぼつ物心ついてるじゃんいろいろさわもうごちゃごちゃ言わんねえもう一言言うとそれやろ。だってあるげ。お父さん、何の工程な。ほら、始まったやろ。何買うね。雨工程だ、雨。よし、売ったはったこうたる。ここに売ったはる。さっき見ろ。悪いやっちゃな、これは。ほんま。おい、雨や。へえ、おかしい。こんなとこに店出すな。んな。うちゃん、あんた、上店でんが。上店でもわいが子供連れてんの見かけた店畳め、この間。雨や、ええ、ここにあるこの一つ一銭の雨一つなんぼや。何年はず、一つ一銭の雨一つなんぼやちゅね。へえ、そう、一つ一銭ですさかい。五円、何を言うとるの。ええ、ここにあるラーメン屋め、まにこんな雨がうまいのかよ。ええ、やがましや、今こうたら立って。いや、ぬかくな。こんな小銭がある連れてこらねえかったんは、あるやっちゃな、ほんまにも。この青いのするか、青いのは歯にひっついて食いにくいほうかこの赤いので、赤いの甘すぎるどないすぎてやこれ白いのせ柔らかいどつくでしょあのこの大将何をしてない指舐めて飴つかんだ売れようなりまんがな汚いこと抜かすのあんたが汚いいやいや言うなバカ
お前がごちゃごちゃ言うさかいお父っつぁん飴屋のおっさんに舐められてんねやろ。よし、この黒いのにしとけ。安静掘り込んだろ。いや、手で持ったら着物汚すわ。安静って。そんで、お口中掘り込んで、口中でロレ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 噛み上がったらどつきますぞ。私は飴じゃん、ちょっとぐらい構わない、うまいことあるやん。黙って歩け。飴食いながら喋って、汁こぼして、着物汚して、家帰っておかんに怒られんねん。またお前、どつかれてんの、そばで見てんの、お父さんつらい。黙って歩け。うんうん。だいぶ飴食いながら喋っても汁こぼすような、そんな素人とちゃうわよ。飴食いながら歌でも歌うわよ。お父さん、雨こうてえな。今こうだったやろ。お父さん、バーンと届いた用紙に落としたわい。うかうか、どつきもでけへんねん、これ。悪いやっちゃな、ほんまにも。どこ落としたやな、あれへんがな。のどな、な、くてもたやないから。早く歩け。お父さん、おもろいな。何もおもろいから。お父さん、みたらしの団子こうてえな。忙しいな、このわけは。歌ったこうたる、ここに歌たある。なんてお前の先に。おい、みたらしや、ええよ、こいやす。いや、子供連れて行って、おじょこいとんにゃ。そこにある一番小さいのやって。ちっちゃいな、もうええわ、おきなんこうてくれや。おきのは、これは店の看板やさか、おっちゃん売りあれん。いい、大将、看板こっちになってはねえ。大きなおいしゃっせ。アホか。どっち見て商売しとんのお前は。こんなもん看板か看板でないか見たら分かるやないかお前。相手は子供やないか。うちは大体お子たちが商売相手でおわして、肉たらしやっちゃうのこのわけだ。おっちゃん嘘ついたはんねん。あの大きな看板やで。まだ言うてなんのかい。ボンボン、ちょっとこっちおいなあれ。祭殿ボンボンぐらいの子を着て、この大きなん買うてもらはったんで。大きなおいしゃっせ。んなまんたよだれ出ますってばあちゃんでね。小さいのうまいこと思えへんねん。大きなん買うてもらいなあれ。買うてくれなんだら、そこに水たまりがわしちゃる。そこで寝る言うてこてもらえ。いって寝てみなあれ。あおらすら悪いやっちゃろこのわけ。お前らそんなことばっかり言うて子供直して商売してんねやろ。やかまし待っとる今こうたっさかい。いやいや言うな。ほんでこのみたらしちゃのこないボトボトに蜜つけないよ。お前は着物を汚しよるやないか。嫌いなつけ焼きにしといたら二三本近所の子供に見上げてなもんや。それが商売や。勉強せえお前ら。どれほどけつかねえかす。なんじゃこれ、うまいこともなんともない。くずかなんぞでこしらえたんやろこんなもん。ほんでお前とこいっぺん言うたろう思たんけどな、食いもん商売もっと小切れにしたとや、ほこりだらけやないかここら。巡査が見たら怒られんだよ、衛生に悪いして。ヒゲボーバー生やしあっていっぺんヒゲ剃るよお前は。ほこりがたまったろな。さあ食え。こんなんいらんわい、こんなもん。大きなんこうだったやろ。見たらしゅうた蜜の味で食べんの、こんな白いボンボンのさんばっかいらんわい。やっちゃな、こっち貸せ。みたらしや、この壺に何が入ったんねん。これはあの蜜でんねんが、いっぺんつけさせよ。なおろす最初何すねん、さくえ。おっさん、お父さんかに立ってや。じゃあこれ、ワイのお父さん、うまいこと言うわ。食いもんしゃお前、小切れにせなあかん、おっさんとは。ほこりいっぱい溜まったはんねん、おっさん。巡査来た怒りはんで、衛生に悪い言うて、おっさん。ひげぼうば入って、いっぺんひげそりゃ、おっさんは。ワイもつけたら、あおろしな。親子で蜜なめやがんねや。八千人の仲間でございます。ありがとう。子供みたいなおっちゃいない。まあしかしなんですね、落語家というのはおもろい商売で、
こうしてね、若い美空にあんた染め直しの紋付き着せてもうて座ってますと、なんや流行らん呉服屋みたいな感じがいたしますが、まあこれが落語のおもろいとこでね、落語の稽古というのは変わって、今出ました私の弟子、ほんでね、このいやこうやりまんね、あの弟子が怖い弟子や、あおらことないが、とにかく入りますと落語家っていうような師匠と差し向かいで稽古をつけてもらいましてね、面白い、もう旧態依然としておりますこの稽古の仕方が、もう口移しで教えてもらうんでね、師匠が正面でーんとこんな座布団に座ります。その前で弟子はもう座布団も何にもなしでボロボロの浴衣着てまくる毛の顔してね、師匠どうぞ稽古お願いします。落語の稽古は難しいだ、パッと平行になんねんけどね笑うたら どつかれるさかいね、結構です、何が結構や分からへんから、ね、いろんなことを言うて稽古をしてもらうんでね、師匠の言うた通り口移しというやつでね、口移し言うても別に師匠とやらしい関係はお前あれ言いはった通り、師匠がさあごちゃいりで元気で言ってるか言った弟子もさあごちゃいり元気で言ってるかお前長いこと顔見せなんだな、お前長いこと顔見せな医者が3人ぐらい来まんねん、いつも高壁修和先生がいろんなことをしますですね。落語の稽古ぐらいまあ横で見ててバカバカしい、もうお前も、講談でも浪曲でも一応様になってますがね、でそうして稽古をつけてもらいますと、いよいよ町へ出まして、そのなろうたネタを食らないかん、来るということはいわゆる何遍もこの口の中でもごもごやってですね、忘れんようにで呼吸をつけるようにするわけですが、電車なんかに乗りますと、あのゴトン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 という音としゃべくりとうまいことテンポが合いましてね、でこう座ってて電車の中で前なんかでもね、いろいろ皆ようやります。で顔色悪いな、どこ悪がんねえよ、医者にかかってんのか、頑張っとります、なんで殴れんの、悪がねえ、ピンチしちゃうって俺で、いろんなこと言いたいなんか、ところが木入ってくると顔も笑うてきまんねん、これがね、こないってたら別に人他の人はブツブツ言ってんなで済むけどね、顔まで出すと具合悪い、そんなこと言ってあきないんだよ何言ってんだよ、寝合いた周り誰もおらへんなったのいつも空いてまんねん我々の街歩いて、昔の人この頃はみんなちょっとこうなんか仕事が増えてくるとタクシーってなこと言って行きますがね、昔はみんなこう師匠の気持ちや担いでね、あっちからこっちこう歩いて掛け持ちをしたもんやそうで、歩くテンポとしゃべんのがこれまたうまいことありましてね、私らでもようやりましたが、さあこっち入りやーってなこと言うてね、夏の夕方やってました。あかんでよワンワーって、いやそんなこと言うたかて、そんなこともクソもあるかいってなこと、落語の中ですからお前アホがーっていう言葉も出てきまんねん中にはね、こっちもほんと見入れて一生懸命アホがーってこう言ったら、その前をね、腹巻きの捨ててくの兄ちゃんが自転車乗って走ったのこなしてね、怖そうな兄ちゃんがね、後ろからアホがーって降りてきて、誰がアホやこれアホっての誰のこと抜かいてんねん、落語の稽古してたんやつさ、アホなことすなって逆に言われたのだから落語というのは大体まあ稽古の段階がおもろいんであってね、出来上がるとあんまりおもろいもんないそんなわけのわからんことないが、とにかく落語の多い多い出てくるのはアホってなこと言いますな、これはまあ純粋にアホかどうかわからんですが、我々の方へ出てくるのは、ちょっと見るとアホかいな、横から見ると足らんのんかいなと思って突き寄ってみたらやっぱり抜けてたじゃないやつな、ほっと見るとしっかりしてんねんけどね、突き寄ってみるとおかしいという、ほかと思ったらもう見ただけでアホやっちゅうの分かるやつがありますがね、いろんなんがいてますが、おいさんこんにちは、鼻吹けいっぺんお前は、鼻垂れてんと吹けえわが、今もお前のおかん来て泣いてたで、お前も女泣かすようになったか、よなそういうわけのわからんやっちゃお前は、ちょっとしっかりせよ、お前商売してんのかい、ブラブラと、でまんがな電車バットの売り買い、おもろい商売してんねんな、電車バット売ってるかい、電車バットね、こうてきましたろ、ほんで買い手ついた売りましたろ、ほなそいつが電車バットだーいって話したお前のとこに戻ってきまんねんいい商売やな、うまいこと考えたなお前は、やったかやりました、取り屋からこうてきて電車バットだーって話した、取り屋へ帰りましたお前何を考えてんねんお前は、24にもなってちょっと元気にしや、張り切って仕事しや、26で、ね、何をごちゃごちゃ言って頑張りやっちゅうねん、仕事まかおまかもクソもないがな、わしゃこれからな、まあ道具屋を内職にしてんので夜店出し行こうと思ったんやけども、体の調子があんまりええことないのでな、でおまはんに代わりに行ってもらうかいなと思って、やるかい、道具屋やってもらいますわ、結構な、
荷造りできたん風呂敷包んだこっち持っといてみな。分かってるか、品も押せてあげるしな、うん、ここにあんのがこの笛やな、これまあ振るなっとるけど、まあ一応笛や、これノコギリ振り回しなっちゅうの、これノコギリ振り回しなっちゅう、おじさんこれ切れまっかこれ、いやさあどうか、火事場で拾ってきたやさかいな、それ拾ってきたんこれ、うん、拾ってきて錆落として油塗ってな、焦げてた栄養すげかえて、まあまあそんなもんでも並べとけやどことのアホが買うてんよやろ、早か、うん、でここにあんのが腹巻きやとかシャツとかな、こういう衣類は衣類とひとまとめにして、でこっちにあんのが扇風機やがな、あ足が3本なかったらいかんねんけど1本折れてあれへんねん、2本やこんなんでうまいこと言ってごまかしてな売ってしまうね、つけて分かってんな、ほんでそこの掛け軸取ってみ、あ掛け軸取ってみ、あ どれってその巻いたやつがあるやろ、あこうおい、うわおもろいや、お前にわかるかいそんなん、いやわかります、こらボラがそうめん食ってるとこや、どこぞの世界にボラがそうめん食ったりすんねん、そら鯉の滝登りじゃそれは、あ鯉の滝登りでか、わたいまたボラがお出たってそうめん食ってんのか知らんと思って、鯉っちゅうのは滝登りますか、勢いのええ魚やな、下流から上流へバーッと登ってきて、谷が滝があったらさーっと滝登りをするという、あれ鯉の取り方思いつきました、どうすんねん、川行きましてな、鯉のいてそうな川行ってね、バケツ水いっぱい汲んできて橋の上からザー滝やどー鯉がバーお前やないと考えつかんわそれお前もなんか考えのやめなあれあんたな、うん、ね、荷物まとめていきな、でおきに、うん、おいさんいろいろ親切に映ってくれやん、あの人道具屋やってると思わなんだよな、あいつかは道のつく商売泥棒かしらんと思ってね、泥棒っちゅうのもいろいろ入り方があって、こんにちはってなかった、いてまっかってなかった、いてなんだお邪魔しますせーって、いてまっかー、わしいてまっかー、誰や交番のぞくのは、あーあーもう店出しとんな、ちょっと物を頼みますが、はいはい、源さん知りまへんか、源さんって、ああ、あんたも商売しなんのか、いや店行きょうさんならわざしよう思ってまん、あそう向こう見てみなあれ、え向こう向いて頭の後ろはげてる人いてましたろ、あの人は源さん、行きなあれ、あさやかちょっとものたねますが、はい源さんでお宅でっか、えわいは源さんやけどどうして、ちょっと後ろ向いとくなあれああ源さん、何を見てんの何を見てんねんあんた、道具屋のさえとか来たんですけど、ちょっと地割りしてもらいたい思って、 あんたかいな、今日は代理やるして話があったけど、もっと早送ると思ってるがな、場所みんな並べてもった店割られへんがん、いや どっかスタカで、ずっと向こうの橋のな、あの便所の横な、あそこへちょっと並べなるか、もっと臭いとこ、もっとええとこもへんか、ええとこあったんやけども、いつもなあの人の場所はええんやけど、あんた来んの遅いさかい、それか、うん、頼ますさ、こっちおいなあれ、うん、すまいな、道具屋の左衛さんの代わりに来はって、おもろい男でね、鼻吹きなあれあんたおもろいな、ここちょっと開けたっとくな、あんたここに並べて品物、そうそう衣類は衣類ね、分かってまんな、扇風機、あんた扇風機その寝やして売りなはんな、そういうもん立てときなあれ、足が一本足らんのんで立てしまへんねや、だ後ろの塀でももたれかしといて、そうしてよろしいな、うん、で衣類は衣類、笛は笛、そこらずっと並べてよろしいな、パッチはパッチ類でしっかり商売しなあれや、よけどうもあんまり流行ってまへんな、ほっときいな、あんた何を言うてんやないか、しっかりやんなあれ、分かったわ、この地べたへ座ってこう、ケーキ悪いな、ケーキつけまへんかいっちょ、ケーキをどげやせー、できないでのどげやせー、新しい道具屋だせー、新しい道具屋があるかいな、あんた古道具屋やろ、あんた古いもんばっか置いてまんねおもろいこと言わんと黙ってなあれ、おい道具屋、へいやこしい、どうぞ上がり、どこへ上がんねんお前とこどうぞおかけ、どこへかけんね、おしゃがみ、何を言う、おもろい道具やな、ああそこのいっぺん扇風機見せてみ、扇風機ちょっと見せて、扇風機これ足一本足りまいんねん、これこれいりまっかどうしても、塀ごとこうとくなよな、アホな、ほら塀ごと扇風機持って帰ってないすんねや、いやそれアホやな、おもろいな、別にどうしたもんなさそうな、なまだ来るわ、もしああ言いにましたな、言いにましたな、あかんだ、あんたしょうもない商売してたあきまへんで、しっかり売んならんかいな、客をんと来てんと証明して帰りましたが、証明どこ行ってまんのどの辺、おもろい人やなこの人は、冷やかして帰るの証明中には不調や、覚えときなあれ、あさやか、もうよっしゃい道具屋さん
え、おかしゃす。なんぞ、ちんなものはないかい。あ、なんぞ、ちんなるものはないか。え、ちんは思うけど。あるなら見せ。ここで見せまよか。何を勘違いしたんだよ。珍しいものはないかちゅうに。あ、珍しいもん、何しまよ。そこの担当見せ。え、担当見せ。いや、担当にも行さんにも一本しかおまへんねんけど。え、どうぞ。ちょっと手入れしときな。あれほこりだらけや、こんなもん。結構なもんじゃが、これにはおまはん名はあるかい。え、名はあるかちゅう。目は開いてないけど、天下ちゃんに追いが入って、何やおもろいな、おまはんは。え、ちゃんと手入れしとかんことには、こう、抜けへんわ。錆びついとんな。いや、こういう中に掘り出し物があるんで、プッ。うーん、ちっ。硬いな。果たしたろ。ちょっと手取ってくれるか。はよか。え、引っ張っとくなれ。あ、ぐちかまかね。うわっ、なんでこんな抜けんねん。僕刀でんねん。よな。あんた僕刀引っ張ってどないすんねん。いや、あんたどうしても抜くちゅうさかいね。僕刀抜いた中から何が出てくるかいなと。おもろいな、あんまり。また来るわ。またしょんべんやな。しょんべん任せていきまんな。あんたごじゃ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 言うてんねん、あらへんで、あんた。ええ、しっかり裏なあきまへんで。しょんべんさすたくあきまへんねん。あ、わかってん、今度しょんべんささんように。しょんべんささんとしっかり売りまん。おすい、しっかりやんない。おい、どこや。ええ、おかしい。そこのパッチ見してくれ。しょんべんできまへんで、これ。できそうに見えたあるやないか。見てるだけやんな、絶対できへんよ。しょんべんたらしょせんでやな、おもろ。そんなもんいらんわ。もしもしもし、しょんべんが違うわな、もし。ああ、あきまへんわ。あんたアホかわ。パッチ買いに来てしょんべんでけへんで、どたまにかましてどないしまんねん。しっかり売んなあれ。道具屋さん、へえ、おかしい。そこのちょっと冬見しとくれ。へえ、どうぞ。ああ、汚いな。あんたとこ手入れ悪いな、しなもんな。この笛なんか中に詰まっとるんかな。これちょっと掃除しと。あ、抜けようなってことだ、これ。え、いや、抜けようなってことだ。あー、それ抜いとくなれ。抜いてもらんとは店、あんた時間来たら帰りまんねんで。笛と一緒にあんた帰ってもらうわけにいかん。抜いとくない。いや、抜いとくない。抜けもしゃあないわ。しゃあないかったらこうとくない。いや、返すと。これなんぼやん、これは。よっさん、なんぼ、三千な、元値が三千。ちょっと着物一枚買いたいな。帰り方いっぱい飲みたいな。35円。何を言う。こんなもんサラで買うてもお前10銭までや。ほんならあんた抜いて置いていいとこなる。そんなこと言った。お前、そんなお前足元見るなよ。いや、手元見ております。落語の方にもいたずらというような話がようありまして、この内門街なんかその中の一つですがね、お金も何も使わんと楽しんでるやつがありますが。おい、え、で、うん、ねえ、あ、何を言うてんの。何してんねん、お前そこで。え、何をしてんねんやっちゅうねん。え、わい立ってんねん。え、立ってんの分かってるわ。立って何してんねん。え、立って立ってんねん。若いもんが昼田舎から往来ボーっと立ってお前空向いて口開いてんねん、あれへんがなお前。一つおもろいことしようか。おもろいことしたけど銭ないな。銭があっておもろいことすんやったら誰でもすんがん。銭なしでしょうちゅうねん。
おできるか、そのほうが、どんなことすんねん。ないもんがい言うてな、ここらのあの店屋へずっと入ってってな、その家のそのない品物ばっかり言うたんねん。ある品物言わんとな、その店に絶対ないなと思うやつばっかり寄って言うてな、で向こうのおやつさんが難儀しよんの見て楽しもうかっちゅうねんで。これはおいおい、やろうやろうはええけど、お前そばでゲラ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 笑いなよ。お前笑ったらネタバレするさかい。いやそれ笑えへん、笑うてるがなお前。危ないなお前、頼むで上がってな。ほんでまずこの金物屋入ろうか。ごめんなりゃ、部屋越し。わしゃな、朝起きたらな、ナスビの漬物かキュウリの浅漬けで茶漬けガサガサっと食いたいねんけどな、ナスビの漬物あるか。なんでおわす。いや聞いてへんのかお前は。いやわしは朝起きたら茶漬け食いたいねん、漬物ないかっちゅうてんねん。漬物ってあの看板見てお入りになりましたか。ちゃんと見て入ってきたが、どない書いてありました。ナーモロ類クギと書いてあったが、お前とこお前漬物嫌やろ。いやあれあの金物類クギと書いてありましたけどね。ほうか、ほんでお前表行って見てきてみ。さいでやすか、そんなおかしなことあれへんがな。ああ、のれんで隠れたにゃんかという字が、誰やこんなもんあげたん、ここへ殺しとかないか。えらいすめ、うちはあの金物屋でんねん。ああそうか、そら間違うて入ってきてな、気悪いやろお前かって何も買わなんだら。ええ、朝飽きないしくじりますとね、その日一日どうも商売がうまいこといかんのんで。ああそうか、よしほんだら何ぞこうたろう。どんなもんさしてもらえばよ。そうやな、比重のなんかもらうか、比重のあるか。比重のはいろいろございましてね、ここら丈夫になっとりまんねん。どうですか。ああなるほどな、ああこれは丈夫そうなな、これは。うん、結構なけど、この比重のはこれは鞘がないな。なんです。いや比重のこれ鞘ないな、鞘付きの比重の。こんなもん聞いたことがへんけど、どないしなんねん。どないしなんのってお前知らんかい。つまりこの比重の注文はだいたい空消しすくうてやな、消しつぼにこう入れるわけやな。あこんなもん比重のやってパッとこう鞘があったらズボッと去った火が消えてまうやないか。便利にはそんなんないか。お前なあつらい前か。いや別にあつらえてもらえてもええ、わざわざあつらえてもらえてもええけど。ほんなら金だらいもらうか。え、金だらいやったら赤とか銅とかね、アルミとかいろいろおまんねんけど、どれしまよ、赤見してもらうか。ここらどうですか。うん、なるほど。ああええなこれは。うん、けど蓋ないな。金だらい蓋ですか。蓋付きの金だらい、お前知らんか。こんな便利なえもんないのにお前。冬の朝寒いなと思ってな、お湯入れといたかって蓋しといたらしばらく冷めんやろ。うん、まあこれでもええけど、ああこれは潰れてんな。バカなこと言いなはんな。潰れてんなって、そんな品物うちおけしまへんで。そうかってお前これ引き出しあれへん。何を金だらいの引き出し付きじゃな、聞いたことお前。何しなんねんって、興味引き出しつけとかなあかんねん。女は引き出しの中へ手拭いとか石鹸とか歯ブラシとか入れといてやな、そのまま風呂へ持っていったらさっと開けて使えるわ。こんな便利な芋はあれん。ああさいでやすか。あつらえまやか。いや別にあつらえてもらえたことあるんだけど、うん、なかったらしゃあない。ほんならまた用意してもらうわ。出といて。でうまいこと言ったやろ。あ、うまいこと言うな。ゲラゲラ笑いなちゅうねお前は。笑うさか早く出てこんな。お前何つかんでんねん。ちょっとスコップ下げてきた。こんなぬすっとはしないや、ぬすっとは。お前シャレにならんが、あんなは。だ今度は向こうの古手屋入ろうか。おやさんごめんなあれ。へえお越し。まあまあそこへかけとくなあれ。うん、座らしてもらうわ。おやさんとこどんな古手でも引き取るかい。いえもうそらあらゆる古手を引き取らせていただきます。あ、そうか。実はな、うちのおやさんが去年の夏に中腕ひっくり返ってな、あほんで左手ブラブラになっとんにゃ、あの古い手引き取ってくれるか。そんなもんそんな手は引き取られしまい。そうかて今お前どんな古手でも引き取るちゅうたやない。表の看板にお前手の看板が書いてあるが、いやあら手袋でんがなあれは。なんかこう変わったもんないかいな。変わったもんって古手ばっかりですが、あどんなもんしまえよ。そうやな、座布団もらおうか。座布団はいろいろありましてね、そこらあずっとこう夏物になってますが、うーんなるほどな、この座布団これは四角やな。大概四角ですわ座布団じゃな、丸か四角ですわ。どんなんご所望で、どんなんご所望で、わし三角のんが欲しい。何しなんてわしは行儀悪いにゃ。いつも行儀を様子わらんねんがな。あぐらかくやろ。あぐらかいたら座布団が四角になったらお前余るとこがぎょうさん出てくるやろ。三角やったらうまいこと座れんねん、あれがね。三角のんないか。そんなもんはへんな。そうか、なかったらしゃあないな。あのパッチないか。夏にパッチ、いやまあ何でもいいな。パッチないか。いやありますえ、奥から出してきますけど。もう こんなんどうですか。ああなるほど、これは無地やな。あんた何を買いに来なかったんや。パッチってのは大概無地でんが。いや、あの裾模様のパッチが欲しいって。裾模様のパッチおますか。
この波がバシャーン松の枝が来ないなってそんなおもろいかっちゃ思えんわそら。あーないかお前とこ何にもないねんな。あんたが何もないねんな。そうか。ほんで、かやもらうかかや。ええー、かやもいろいろございますな。ここに見とくなあれ。ああ、なるほどな。ああ、こらおもろいな、このかやは。うんかやりな、このかやはな。そうかな。そこがないな。そこみたいな。お若いな、かやに。ほんかり、まあ、天井がついてんのか。それがかやでんが。そう。辛くやりなんか薄いなこれは。かやってな大概薄いもんですって。いや綿入れのかやが欲しい。綿入れのかやってどないしなん。夏の暑い時あの中入って汗かくのが好きでお母さん。お前はお前とこないな。もっと品物揃えときやな。お前出といて。あ、うまいこといくな。手袋掴んできた。そんなことない。お前ええ加減にしやお前は。向こう行こう。今度はどこ行こう。まんじゅう屋入ろうか。まんじゅう屋おもろいな。おじさんごめんなあれ。あおごじゃずなしまよ。いろいろまんじゅうあんな。田舎まんじゅうおはぎとかぼたもちいろいろあるな。これ一つなんぼや。五輪でやす。ああそうか。一つあのな五円のぼたもち作ってもらおうか。五円のぼたもちこんなぼたもちになります。何でもええや作ってくれ言ってんねや。あそれでやすか。おいみんな店のみんな出てこいお前。五円のぼたもち作んねやって。早く作れ。どうですかこの大きいやつ。わあ大きいな。これ竹の皮に包んで。いや大将そんな大きな竹の皮おまへんのでね。まあこうして貼らしてもらいますわ。貼んの嫌やねわしは。竹の皮に包んでもらわな嫌やねわしは。な包まれしまえ。ほんないらんわ。ほんなあおらん。おいおい。あ出てこい出てこい。おおらいらん。まんじゅう掴んできた。ほんなことある。えがにしようお前は。今度はいっぺん帰ってくれるか。うん今度は味噌屋入ろうか。あ味噌屋入ってどないよ味噌をくれようか。ほんなくれよるやろ。ないもん言わなあかねないもんを。あどないよ向こう入っていってな。おさあお前とこどんな味噌でもあるかしたい何でもございますちょうさげ。ほんな泣き味噌あるかってこう言うたら、ね、おろい笑いなよお前は。笑んとやってこい。うわってこうまいこと言っちゃうな。おやさあへよこし。おさとこ味噌屋か。何がおもろわねん。味噌屋がそれおもろわすか。いやおもろいことない。おさとこどんな味噌でもあるか。気色悪いなあんた。味噌屋やからどんなんでおまんが。あそうか。おだおさ泣き味噌あるか。何です。泣き味噌あるか。泣き味噌おます。おさん泣き味噌あんの。ちょっと待ってとくなあれ。これ子供店の前はきれいに掃除しときなあれ言ってんのにまだ掃除してない。お前何遍言うたらあかん。掃除しましたしましたってほこりが散らかってあるやないか。嘘ばっかりついていっぺん聞いたらちゃんとしなあれ。まあ懲らしめのためにこないしてあげる。泣き味噌でしたろ。出来たてですわ持って帰っとくな。こないぎょうさんいらんわ。ちょっと200名ほどもらえんか。うちは小売りはせえしまえんねん。おろしやみんな持って帰っとくなあれ。なぶにぎったら所詮でこのわけはんま。ああいうこといねえ。あかんわちょっと来てえな。どけどけどけお前はお前ゲラゲラ笑ってさかあかんねん。えらいすまんなこいつアホやねんちょっとな。わしはやめとけやめとけちゅうのに行くちょうに、うん、えらい堪忍したってや、うん、なあまた寄せてもらうわ。出てこいお前うまいこと言わやらんと。いや味噌つかんできた。お前はヌスト若い人ねん。もう一遍どっか行かせてくれるか。もうええわわしが行くさかいな、そうかそんな言わんと行かせてえな。どこ行きたい。どっか魚屋行こうか。向こうの魚屋、うん、魚屋おもろいけどな。ほんだうまいことやれるか。ああ大丈夫や。今度はもうあんたマグロくれよか。あるもん言うたらいかねえ。ないもんばっかり言わな。ああそうかで行ってくるわ。おやさん、いらっしゃい太陽。大丈夫よ新しいあせ。おさんどこマグロあるか。おわせ。アジあるか。おわせ。タチウオあるか。おわせ。ないもんもらうか。なお何置いてなあねあんた。いやタイあるかタイ。今度は大きなタイ。ああ大きなこれなんぼや。おうですな勉強させてもらって一つこのどうですな。いい一円にさせてもらえばか。一円に。ああ一円な。そらするやろこのぐらいのタイな。ご一銭に曲がらんか。
何ですか、一円のうち五一銭負けちな。いや五一銭ならんかちゅん。ああこの忙しいの殴りきゃってこなきゃ。わかりました、負けまよ。あ、負けてくれるか。もうあんた負けさせてもらえまんが。ちょっと待ってな、ありゃ。ほんなこれ船に包んでくれるか。包ませてもらえば、うん、しっかりせえこの体バカ。せっかく一円値付けたってご一銭値切られやがって。何、うん、うん、そらすや、そらすや。えらいすめんけどね、わたい売りたいんすが、このタイが嫌や言うてまんねん。というのはね、どない言うとるかしたら、タイちゅうたら魚仲間で王さんやちまねね。せっかく1円でつけてもうたん、50銭で売られたらね、仲間に対して顔向けができんと、こう言うてまんのん。これはもう言うことがもっともですわ。そうでしゃろ。例えばでんな、うちに娘が一人あって、あんたとこに息子はんがあってね、でこの双方がこうもらいたいやるとこうなった場合はよろしいわな。親同士決めてですね、仮にこの娘がいかんちゅうたら、これ縁談が破談になりましたろ。それと一緒ですわ。えらい悪いけど、これあのなんですわ、帰ってこない。そんなこと言わんと、お前いっぺんうるした、やがましわい、バカ。忙しい、殴り気やったらしょせんのこなきゃ。ちょっとあの来てえな。またかいな、お前は。行きないな、初めからおかしないっちゃ。えらいすまんな、うん、こいつアホやね。わしは行くな行くなしての今日ね、こういうとこいたずらしに、うん、分かってる。それな、ほんだらこないさせてもらおうか。あのな、一円のやつな、まあそのままで買わしてもらおうわ。こいつが悪いことしよったんで。いや、そないしてもうたら私も気分悪せえしまいね。いや、それ分かったん、うん、ほんだらえらいすまんけどな、あのその体ちょっと三つにこうパンポーンと切ってくれるか。あ、最低やつか。こんでよろしか、うん、それな、今度縦にこのパーッと三つに、またおいらおもろい切り方しまんねえな。何でもやがしてくれたんや、さよか。こんでよろしか、それね、あの出歯の背中でガンガーンとこう叩いてくれるか。そんな人はぐにゃぐにゃになりますよ。わしが買うにゃな、好きなにしたらええが、さいでやすか。こんでよろしか、うん、それな、船入れて、え、どうすか、うん、それな、いっぺん表持っていって、あの水たまりダーン掘ってな、ほんでお前長靴でぐちゃぐちゃーと踏んどいてくれ。何を知らんねん、こんなもん。まじないやがな、何でもええがな。え、ほんで今度よろしやすか、うん。なんぼや1円やな。よし、ちょっと待って。うん、何、そりゃそうや、そりゃそう、うん、その体いらんわ。ほんなアホなこと言う。いらんわって、いらんと。お前何動かしてんねん。ちょっと銭が物を言うと。そんなんた銭が物を言うたりしまっかいな。じゃがわしわい、己の腐った体が物を言うたやないか。お前銭がって物言わいでかい。何、一円言うたら札仲間でお兄さんとか親分とか言われてると。せっかく五十銭で値切って、それをまた一円で買い直したら札仲間に申し訳ない。ああ、そらお前の言う通りや。おや、魚屋無理ないがな、こない言うとんにゃな。そうやろ、わしとこにはな息子がおって、お前とこに娘がおるわなあ。ほんでこれお前親同士はちゃんと決めたかって、これ本人が行くとか行かんとか言い出したらしゃあない。これは破談やがな。いや、そんな無茶言いなはったかって、それこの体これどないなりまんねん。わしは商売人ってな、無理言うに客が来たら今度にしとくなあれて、そんでええやないか。治ったようなこと抜かしやがって、このわけは気ぃつけて飽きないさらせ。どっち食いて商売してけつかる、このわけは。おい、行こうか。もし大将、ちょっとあんた何をしてらんねん。この人はんま祭殿から見てたら、せっかくな大きな太陽あんた潰しちゃんちゃこにされてしまう。地べたへ踏みちゃんちゃこされてからに、ほんまにほんまに鯛のない人やな。いや、鯛があったさかいこんな目に遭ったんやがな。いただきましてありがたく御礼を申し上げます。多数お越しいただきました。頑張ってやろうではないかと頑張っておりますが、この間私マニラ行ってきましてね。いや、思い出したらスッと喋った方がええと思う。マニラっちゅうとこはやっぱり文盲の人がまだ多いですね。その代わり生活はのんびりしております。パパイヤがあった、パパイヤハットとてこう食べたそんでええんやから。だから勤労意欲も日本人に比べたらまあほとんどないですね。もう男盛りの32、3の人でも手持ち無沙汰で昼日なかぼーっと5、6人がたむろして日向ぼっこをしてると。そういうのを見てきますと、私パッとジャパンへ帰ってきましてですね、非常にビジネスが忙しいので
これでええのかなと思ったりなんか、かえってそうああいうその生々しい人間的な面を見るとですね、こっちは考えたりなんかいろんなことをしますが、まあ文盲率文盲がないと、いうのは、まあ、日本が世界でも有数やという優秀やということでね、非常にこのなんですね、日本民族の優秀さを改めて再確認するとともにですね、ちょっと働きすぎやないかと思ったりなんかいろんなことをします。で今は文字を書けたり読んだりするのはこれはもう当たり前のことでね、書けなかった方が大変なことですが、昔は落語の世界が、非常に華やかに咲いてた、それが現実の生活であった自分には字の書けるやつが書いて妙に思われたりなんか異端児扱いでね、おい、聞いたかい、何がってお前まっちゃん字書きよねんて。あいつ字書きよの、アホちゃうかって自分が。そういうその、まあ、世の中の常識ってなもんは時代が移るとともに変わっていくってのはこれはまあ当然のことでね。かかただいま。泣いてないねこの人、今頃までのたくたと、ほんまに何気だそう。えらいことが起こったんやで。あ、また火事か。アホかこの人は。火事どころやないで、差し押さえか。あんたほんまに夫婦んだいな人やな。さやけど、あなたがいつもお世話になってたご隠居さんが亡くなりはったんやで。亡くなった佐賀さんかいな。もう嫌になってきたな、この人と争点のが。お隠れになったんやがな。誰が鬼や、隠れんぼとか。なこの人はほんまにもう死にはったんやないかいな。初めてか、どつくでしょ。二遍も三遍も死ぬ人があるかい。そんなこと言うけど、かかお前芝居の役者見てみよ、お前前の幕で死んで次の幕でニコニコ笑いながら出てくるやねん。もうしょうもない、あのね、そんなしょうもないこと言うてんと、これから糸いない、何しに行くね、何しに行くにあらへんがな、お葬式は決まったあるやないか、これ持って糸いない、これなんや、お線香、お線香どないすんねん、お線香どないすんねんっておぶったやん、お供えしまんねんがな。あー、ほなまたあの難しいこと言わんなんな。そうでしゃないか、お悔やみな、分かってるか、お悔やみを言いに行きまんねん、よろしいな、分かってますか。いや、わい口下手やっちゅうのお前よう知ってるやろ、そんなもん。わいがそんな言ったかって何が言えんねんな。ほなもうしゃあない、こないだ上町のおばあんとこでつごたあれで間に合わしとこうか。上町のおばあんとこで何言うたんや。おばあんえらいこっちゃったな、けど大丈夫や、もう風向き変わったさかい大丈夫や。火事見舞いやないかい。お葬席にいて火事見舞い言うてないしまんねんな、おもろい人やな。まあそこへ座りなけったな人やな、この人はお前鼻吹きなあれ、ほんまに。あなた日が朝出て行ったら帰ってけへんねん、ほんまにもう大変ないで、そこへ座って私が押せてあげますが、行ききなあれ、押せてくれるか、喜んでんねん、あれへん。受けたまわりますれば、この度こちら様にはご不幸があったそうで、誠にお気の毒に存じますと、こうして言うねん。誰が、おまはんが言うねんが。おまはんが言うてわい、そんないっぺんで呼ぶられんで、なんか書いてくれるか、あほなこと言ってんねん、あれ新米の小じきや、そんなの見せて頭下げてたら、覚えなあれ、受けたまわりますれば、この度こちらにはご不幸があったそうで、誠にお気の毒に存じます、これはしょうもないもんですが、どうぞご仏前へ言ってこのお線香を渡す、よろしな、その後で何の役にも立たんもんでございますけれども、それ相当の御用がありましたらお申し付けください、よろしな。で今日はもうそれが終わったらすっと帰ってきたらあかんねやで、ぼーっといつも向こう言おしてもうたら、座敷の真ん中に立って天井見てニコ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 笑うて、そんなことでわかんねえ、もっとふんどし力入れて、よろしな、腹の底へ力入れていろんな用事しなあれ。ほんでお昼時になってもうち帰ってこんでもよろし、今日は向こうにごっつおがぎょうさんあるさかい、それ食べといなあれ、よろしな、あんたはもう食べ大食いやさかいに、あんまり食べ過ぎたらしくじるさかい、ええ加減食べて腹8分目、分かりましたな、うん、分かってる、分かってた、早いこと行きなあれこのアホがってボロクソに言われて、やってきます、ダメーダメーごめんなりゃ、何じゃ休館長みたいな声出して、あの頼りない男がまたどういうわけか、ここのあんた隠居に気に入られてんにゃ、こっちはいり、こっちはいり、やあどうも表のの俺裏返ってます、そんでええねや、もう知ったかぶりしてしょうもないよって言いない、今日はもうそんでええねや、いやそんでええたかて後ろの屏風逆やが、そんでええちゅうね、今日は何でも逆さまごとや、逆さまごと、何でも逆さまごとか、あんたら逆出してんかよな、お前職場団みたいに言うてんにゃ、あれ今日は来んでええにゃな、あんたもおとなしいってな、あれへえと、今日さん今日はみんなご苦労はんでんな、えらいにぎやかで、それをいいな、いや別ににぎやかなことないねがな、
今日はみんな総連の段取りで町内が寄ってんやさかい、あの奥行きなあれ、え奥行きなあれ、なんでなんであれやん、五両さんがお前の顔が見えんした、朝から心配した、早いこと言っといで、あやか五両さん、まあ木さんかいな、朝からどこ行ったんやと思って探してたやないかいな、ほんまにもうあんたが可愛がってもうてた隠居犯お亡くなりになったんやで、さあそれでね私最近聞いたん、ええもう家帰ったら香川えらいこっちゃいちゅうさかい、差し押さえか言うたら、そんなんちゃわい火事かってこう言うたら、火事は差し押さえどころやない、隠居が亡くなったちゅうさかい、亡くなった探さんかい何言ってんねんこの人、アホか、隠れはったやがなちゅうさかい、鬼誰や隠れんぼやないってこない今に死にはったやちゅうさかいね、初めてかって言う、2年も3年も死ぬ人があるかいって香川言うけど、五郎さんそうでしょ、芝居の役者前の幕に死んで次の幕ニコニコ笑うて出てきましたろ、ほんでな糸になれ悔やみや言うさかい、お前口下手やしな、そんなん言われん言うたら、とにかく隠居が死んでご苦労さん言って言ってこい、で線香持ってきましたんけどな、これ隠居にやって、な面白いいやいやもうあんたのその気持ちだけで嬉しいさかいな、奥行っとくれ、いやあのな、それからな私何も役に立ちまへんけどな、それ相当の用事があった言うとくなれな、もう一生懸命咲いてもらいましたから、んでお昼になってもまたうち帰れしまへんじゃあごっつおがぎょうさんあるさかいな、腹いっぱい呼ばれしまへん、8分目もういっぱい食べたらしくじりますさかいな、ええー、であのー何だと言うとこない、いや大きに大きに、もうあんたにそんな言ってもたあたいな、気持ちがええねん、いやあのな今そう言うてくれたんで思い出したけども、ほかほかの段取りはちゃんとしたんだけど、帳場の方安倍の西条の方やけどもな、誰も行ってもうてないんやわ、うん、あんたすまんけどいてくれるか、いやそれ行かしてもらえまよ、ほんであんただけでは大変なやさかいな、で後からしっかりした人やるさかいに、ほんな頼みましたで、ああの ほな行ってきます、へあ商売引き受けたけど Y 字かかれへんや、えらいこっちゃことないでしょ、あ、いっぺんうち帰ったろ、かかかかやないし、この人は何してなんねん、撤退ならんか、いやそわいこれからあの北海道逃げるさかいな、お前大和のおばんとこ身隠すか、何を言ってどないしなはったや、いやあの五両さんに商売頼まれてな、それやったらよろしやないかいな、縁の下の力持ちみたいなことばっかり刺されるより、お帳場言うたら人目にも立って引き立ちまんやないか、やんなあれ、お前わいと何年想定ねん、お前はわい事業かかんねんで、あせやわ今頃気づいてけつかどないしょ、まあえらいこっちゃ、ほんで何かあのそれは2時からそら急やないかいな、なんとかせないかん、えほんであのお帳場あんた一人か、いやわいだけでは大変ないさかいな、後からしっかりした人やる言うて、ゴリオンさんもよう気の利く人でな、でわい一人とちゃうねん、それやったらよろしいがな、あんたこれからすぐ行きなはれ、後から来る人にあの遅れたらあかんで、すぐ行って、ほんで帳面ちゃんと閉じて、でそこら掃除してお茶沸かして、何にも後から来た人にしてもらわんでもええようにしといてですな、でその人が来はったらそのちゃんと両手ついて、ところでお願いがございますというのは、私はいろはの命をどっから打ってわからん無筆でおます、もうほかほかのことは私一人で何でもやらせてもらいますんで、どうぞ帳場のところはよろしくお願いしますと頭を下げて丁寧に言いなはれ、早いこと言ってなはれこの旧館長ほんまにえらいもん引き受けたな、ああ最上前やってきた、ちょっと物足りますが、十一ちゃんの帳場どこでます、十一ちゃんが、ああずっと向こうにあの看板に書いてあるやろ、あそこや、なんか出てきたね、看板が読めたらこんな苦労するかお前、もっと親切に寄せたれお前は、あのちょっとお尋ねしますが、ひい十一ちゃんの帳場こちらでおますかいな、ひいこっちですが、さよか、私あの帳場頼まれてきたもんですが、お宅ですか、まあまあここに座っとくなれ、もうお茶沸かしたりまんね、もう帳面もすったりまんのでな、もうちゃんと掃除があって何にもしてもらうことはおまへんねや、まあまあこうや、もうあんた遅いさかいどないしようかしらんと思って私が、よう気どくなった、ほっとしたいやなんであんたほっとしなあね、というのがねんな、まあまあ聞いとくなあれ、また超馬五郎さんに頼まれたんやけども、自分の名前をどっちから書いてやわから無筆でおまんのんで、ほんであんたに超馬頼みたいと思ってまた北海道に逃げまんねん、あんたモンゴルの方に逃げなはるどないしなあった、あんた帳場、いやそれが
あたいも字書きまへんねん。字書けんの？書きまへんねん。あんたも書けんねん。わいも書けんねん。帳場が二人。おもろい。おもろいことあれへん。おもろいことあれへんが、これえらこっちゃおい、なんとかせないかんねや。あのお宅の知り合いにね、知り合いに字の書ける人はいてまへんのか？いや、それ おらんことないが、一人だけ学校の先生やってまんねんが。よかった、その人に今すぐ来てもうとくなれ。なんとかこの場を収めんことには見送り送り人が来たらえらいこっちゃ。いや、それちょっと遠回せよ。いや、遠いのはしゃあない。倫理読んでね、ずっとこの迎えに行ってもらいますさ。どこでんねん？満州でんねんが。あんたおもろいな、さやけど。満州の人が今の総連に間に合うかいな。さやか、私は遠いやろ。遠すぎるわ、そんなの。けったいな人やな。まあまあしゃあない、もう そこへ座んなあれ。まあゴリオンさんも何を考えてもいつな、もう二人こんな商売よ、もう何気な、まあここへ座んなあれ。いや、座んなあれ、疑ってあんた字書けもんが二人こんなとこへ座ってニコニコ笑ってても役立てしまえ。役立たんしゃあない。今日はもうあの命名付け向こう付けというふうに言ってまえ。なんでか、それは送りに来た人がみんな自分でもうこれ書いてもらえばんにゃよらしな。こっちはもう帳面と筆みんな向こう向いてな、向こう付け命名付けでございと、これ行きまえよ。あんたうまいこと考えな、うまいこと考えなと、こう考えなしゃあないがな。どうもお嬢番ご苦労さんでます。なにわや徳蔵と一つよろしくお願いします。へえ、どうぞどうぞご苦労さん。いえ、なにわや徳蔵と一つよろしくお願いします。ご苦労さん お前もなんかいいな。よっしゃい、あのね、よっしゃい、命名付け向こう付けや、命名につけて勝手にあのお帰りとこないもんかい。命名付けて勝手にお帰り。いや、命名つけてた、あんた何前とく、え、勝手につけまんの送ったもんが。さようか、ここ残ってっかいな。最前から命とか、けったいな商売、けったいな商売、どないけったいなんかなと思った。ほんまにけったいでんな。なんか自分でつけまんが。いや、自分でつけるけど、あんたらそこへ座ってニコニコ割るって何してない。つけるかつけんか見聞の役。腹切りやがな、まるで。こんなもん今までない方でんな、あたいら発明したやん。しょうもないさよか、何はや徳蔵と明石家万兵衛と一つ。あ、明石家でか、どうもお久しぶりでんな。ええ、この度えらいこって、ええ、明石家万兵衛と河野大輔と、ええ、知らんがな、あんな人。私帳場になってまうわな、あんた。おたくら勝手にやんなあれ。向こう行ってしまいます。遅ればせにやってまいりましたが、羽織の上へ発表を引っ掛けまして、どうもご苦労さんです。撤退のまたべえと一つ。勝手につけて勝手にお上がり。命名付けてなんでか。みんな送ったもんが書きまんのか。さようさよう。さようさようってあんた、撤退のな。いや、実はね、私だけ特別に一つお願いしたいというのが、字飽きまへんねん。あんた字も書けんとよう見送んな。なあ、いや、そこ特別になんとか、わたいも二人もあげへんねん。今日は字書けんの？あ、そんなアホな話があるかいな。ほんなこのわたいの送ったことどないのありまんね。あんたの送ったことは内緒にしときめよ。ご来場ありがた婚礼を申し上げます。街歩いておりますと、テレビ見るより二角さん男前ですな、出ないと言われたり、いろいろ言われますが、テレビ見るよりお若いですなとか、いろいろ、テレビ見るより痩せてありますなとか、いろいろまあ言われますが、テレビというのはまあちょっとこう膨らんで大きく見えるその君がございますがね、実物は非常にまあ2枚目でございますので、で私の生まれましたのが昭和12年の1月28日でございます。午前6時でございます。寒い日やった、今でもはっきり覚えてます。あんまり寒いのでもうパッチ履いて出ようかいな思っております。うわ
噂聞いてみたら皆裸で出たはるちょことやさかい。でまあ付き合いで飛んで出てまいりましたですが、ほんまにまあなんですね、その牛年でございます。江藤は牛でございます。牛というのはまあ地味ですがしつこい手なことを聞いておりますがね、私は1月ですからもうネズミかかった牛でございまして、それからネズミの方が星としては強いはずなんですが、ちょこまかしたとこもございまして、ぐんと落ち着いたところもあるというね。牛小さい自分にまあ牛舎っちゅなようね、神戸でも大阪でも市内をこう荷物引っ張ってこう歩いておりましたですが、あの牛が私不思議でね、小さい時分に小学生の3、4年時分、あの牛こうつながれましてね、荷車こう引きまして、でまあ一服してるわけですな、まあこの牛を引く人がご飯食べてる間かなんかこう一服してると、何にも食べてないのに牛ね、食べも目の前ないのに口をもうしょっちゅうやってまんねん。子供やから下でそれ珍しい、何食べてはんねん、上等のチューインガムでも食べてはんねやろか、おい一つくれ、おいろんなこと、あんた牛がもういや、おいろんなこと、今考えたら反復運動をしてた、消化をしてたってなことを聞いております。牛というのはまあ江藤と、自分の江藤と一緒で住んで、どうも動物のうちでも一番親しみが湧きますがね、なんとのこう力強い感じのするもんでございますが、上がり上がり、今うちのやつお前とこへやったけど、うちのやついたかいな。うちのやつ来てくれましてな、うちのやつ時期帰りましたけど、うちのやつまだ帰ってまへんか。どっちのうちのやつはわからんな、それわからなんだ、幸いや仲間で使うよ、なおなおと言うとん、お前はそういう乱暴なやつや。いやいや、今日呼びにやったんは他やないがな、銭儲けをさしてやろうと思て。おこれらありがとうな、何やりまん。いやこの間わし能勢の妙見さんにお参りをして帰りしな、あの池田のおっさんとこ寄ってきたら不審がきれいにできたんねや、歩いて褒めといで。ほななんでか、あんたの銭儲けちゅうのはあの不審褒めてこいとこう言いなはんのか。それああかにとくない、あたいも以前不審褒めてもえらい目に遭うてはんねん。褒めてえらい目に遭うってのはどういうこっちゃ。だいぶ前あの池田のおっさん茶の間不審したことおましたな。あったあの折私行きまして、おやさんきれいに不審ができたな言うたら、おやさんがあの口調でどうじゃに、大阪広しといえども茶の間にこんだけ銭かかった不審はまあなかろう、珍しやろってなことを言うてな、大工さんが3人で四十日もかかったやろってこない夜さかい、おやさん建てるときは四十日か知らんけど燃えた一晩やな。おいアホなこと言いなほんでおやさんが怒りまして、怒るわいな。第一おやさんの柱の上の方見てみな、あれ天狗の花みたいなの突き出て、あれが目障りでんなって言うたら、何を言うてんねん、あれはな大工が腕によりかけて一生懸命わざわざこしらえた天狗の花じゃ。ああさやか、大工さんが一生懸命作った天狗の花でっか、それやったら邪魔になれしまへんわ。当たり前やないかい、わざと作ったもんが邪魔になってたまるかい。そりゃそうですわな、おやつさん今気楽やけどつまらんようになった、あそこに縄かけて首がつれるわ。お前何を言うてんこんなことばっかり言うてんな、おやつさんやら怒りましてな、怒るわいな、何を抜かしてんねん、来るなりろくなことぬかさんわ言うてな、拳を振り上げよったん。こんなとこへ続き置いといたらもうろくなことないと思って、いっぺん逃げたれと思って、表へパーッと飛び出ししなに、あんた入り口の柱で頭ガツーンと打ったんだ。おやつさんがざま見され、くんなりいらんことばっかり抜かすさかい、天罰は適面なもんじゃってこう言うのさかい、おやつさんこれは天罰やないわいな、おやつさんとこの入り口が狭いさかいやないかい、こない狭かったらおやつさんが死んでも棺桶も出んわいで、お前何を言うてんねん。こんなことばっかり言うてんねんな。ほんだおやつさんほんまに腹立っておったんでんな、旅肌しでバタバタッと庭へ降りてきて、大門をガーッとこう観音開きに開いて、これは兄これでもどうじゃ棺桶が出んかちょるさかい、これやったらおやつさんだけやないわ、家族いっぺんに死んだかで棺桶並んで出るわい。お前何を言うてんねん、お前は米に行ってんねん、あれへんが、おやさん勘抜き振り上げて追いかけてきよってな、もうちょっとあんた足腰立たんようにされるとこでもう不審褒めんの怒りてまんねん。お前こう褒めてへんねや、そらお前喧嘩売りに行ってんねや。いやわしの言う通り言うたら、まあ小遣いせんになっても怒られるてなことないわい。あさやかどない言わんねん、大体不審褒めっちゅうのは大体表から褒めん。さよかそらそうや、表が総一面の戸賀作り、中へ入ってちりめんじっくい、上がりが町が桜の三元半節なしの通りもんと。ちょっと待っとくなれ、そない先々言われんの覚えられしまいわて。ちょっとあの紙で書いて覚えまえか。おそうせ、そこにすずりと紙があるやろ。あさやか、へへ、わかりました。ほんなら一つね、これをこう持ってきて、持ってきてはええけどお前、すずりとお前炭だけで字が書けるか、水入れてこないかが水を。ああそれ忘れてんねや、組みに行くのじゃんくさい。ああってこい、汚いなお前やることさ。別に汚いこと思えんがね、ほんだこれ吸って、どういうこと。表が総一面の戸賀作り。ああさやか、なるほど。でそれは何ですかいな、カタカナで書きまえか、ひらがなで書きまえか、漢字で書きまえか、楷書で書きまえか、草書で書きまえか。
ドイツ語で書きまえか、英語で書きまえか。いろいろ書き方知ってんねんな。お前の好きな文字で書いたらええが、朝やか、ほんだカタカナで、お、何を言うとん。初めからカタカナでええねん、朝やか。へーへー、どういうことでしたかいな。表が総一面の戸が作りじゃ。朝やか、なるほどね。表が総一面の戸が作り。中へ入ってちりめんじっくい。あ、中へ入ってちりめんじっくい。上がりが町が桜の三元藩、伏なしの通りもん。あ、なるほどな。うまいこと言わねえな。桜の三元藩、伏なしの通りもん。で、上へ上がって、畳が貧乏表のよりへりじゃ。あ、なるほどね。畳が貧乏のボロボロで、おい、何を言うの貧乏表のよりへりや。あ、さやか、なるほど。天井が薩摩杉のうずら木。あんまいこと言わねえな。天井が薩摩芋のうずら焼き。お前、人の言う通り書きな、お前は。勝手に書きな。あ、なるほど、言う通りね。喜んでんねん、あれ。と言いながら奥へ通んなあれや。あ、なるほど。と言いながら奥へ通ることなりとな。そら覚えといたいねん。それ覚えといたいねん。そらかかんねえねん。それかかんねえねん。芝居たるかいっぺんこいつ。余計なこと書きな、お前は。おもりゃいっちゃな、それ。消しなあれ。いえ、さよか。消しなあれって書いといてもよろしいやろ。ペカドナになります。で、床の間やな。ああ、まあ、床の間、なってんの床柱、萩の違いだな、黒垣の床が町。こういうところを見ますれば、今日の金閣寺が裸足で逃げそうな。うまいこと言いまんねんな。なるほど。こういうところを見ますれば、今日の金閣寺が下駄履いて逃げそう。裸足やな。いや、あこ地道で足悪いのねな。で、足痛いと思いましたろ。どこなんか砂利が引いてあるさかい。言う通りかきいな、裸足や。ああ、裸足で逃げそうなと。こんでよろしかいな。で、向こうにな、わしこの前行った時に掛け軸がかかったって、富士山の掛け軸やったら褒めといで、変わってたらもう見てみんふりしてきたらええけども、富士山やったら褒めといで、おやっさん、ええ軸がかかってまんなってお前言うたら、何を抜かしてんねん、おまはんらにこの軸の良さが分かってたまるかいって、おやっさんのことは言いよるな。そな言うたら何言うてなんねん、こら太陽の富士でお前ほがなってこう言うねんな。右肩に食三人の歌が書いておわしじゃないかいな。その歌はとおやっさんが通たればな。あ、なるほどな。その歌はとおやっさんが通たれば、当人よここまでござれ天の原三国一の富士が見たくばと書いておましゃないかいなちゅうてみ、おやっさん勉強してきたな、文字が読めるようになったやなってなこと言うて褒めてくれるわい。なるほどな、褒めようちゃなるもんですな。当人よここまでござれ天の原三国一の富士が見たくばと。なるほどな、これで小遣いになりますか。まあついでやさかい縁側へ回ってな、いろいろこの夏目型の手水鉢がある、それも褒めますか。わしの見たとかあの手水鉢はまあ2円ぐらいで買うたもんやけど、そこは褒めんねやさかい。おやっさん5円も出しなはったやろうと言うたらおやっさんが喜ぶが。あ、なるほどな。まあ2円ぐらいで買うたもんやろうけども、そこは5円も出しなはったと言うたらおやっさんは喜ぶことなりと。これで小遣いになりますか。台所へ回れ。大黒柱があって、からおやっさん一番の自慢やけども、どういうわけかな。不審が出来上がってから上の方にポツンと節穴ができて、おやっさんこれえらい気にしと。ああ、そやからおやっさん、えらいとこ節穴割んなってこう言うたったら、おい、もう兄それだけ言わんといてってこう言うよるさかいな。ええ、おっさん、ええ知恵かそかってこう言うたん。何を言うてんねん、お前らの知恵決まったるわい、木削れとかな。ええから梅木製とか言うねやろ、言うたら言うたれな。何を言うてなんねん、おやっさん。削ったら柱が細なりますがな。埋め木したら傷がつきます。あれへ刺して秋葉藩のお札を貼っときなあれ、日よけ魔よけになって、おまけに節穴が隠れんまひょうがなって、こう言うたってみえ、からええこと言うてくれた。ただほっとけんってなこと言うて、まあ、小遣い2円ぐらいくれるわな。あ、ここで小遣いなりまんのんかいな。あ、さようか。小遣い2円くれると、もし今日くれなんだら、あんたが立て替えると。誰が立て替えるの。いらんこと書きな、お前は。これでもうよろしかいな。まあ、ついでは牛褒めといで。かにとくなれ、もう牛前褒めてこりてまんねや。お前、なんでもやってねえな、お前は。褒めたんかい。褒めましたがな。この前、あんた牛のええのはね、色の黒い骨太いのがええって言って聞いてましたろ。さやさが池田行くまであんた色の黒い骨太い、色の黒い骨太いの言いながらいたん。ほんで、おやっさんとこ行って茶の前座ってたら、娘が茶を持ってきてくれましたよ。ほんで私言わんでもええに、お前さあええ娘でんな言うたら、何を言うてんねん、お前ら大阪で垢抜けた子ばっかり見てるさかい、こんな草深い山の中の娘、ええこともなんともないやろって親さんが言うるさかい、いやこらええ娘やで、色の黒い骨太いって私がな。お前何を言うねん、これ牛と娘と間違いがあるかいな。もうそれからわいの顔見ても娘嫌がって出てけえしまいの、懲りてまんねん、アホやな。
牛も褒め方がある。牛のええのはな、天格地眼一国六頭自称八号という牛がええ。ほら何のことです。天格というのは角がこう空を向いてて、地眼というのは目が地べたを睨んでて、一国一面に黒うて六頭鹿のように体全体が滑らかでな、自称八号、耳が小そうて歯がぐいちになってる。八号ちゅうぐらい歯がこうぐいちになってる、こういう牛がええとされてる。あ、さよかなるほどな。この前もそれ言うてくれたいの、骨太色の黒いちゃなこと言うさかい。天格地眼一国六頭自称八号、これでよろしかいな。まあそんでええねやけども、おまはんな書いてな、そのままお前持って行ってもしゃあないで、覚えていきゃそれ。ええ、分かっております。ええ、大きに。ほんなまたあの明日朝ちょっと出直しますんでね。ええ、大きにありがとう。ほんでさあ来る朝ですが、この男これ覚えるか言うたら、やっぱり覚えまへんな。懐へ掘り込んだまま池田へサクサクやってきます。池田のおやさん教師も空見上げて、天気の具合はどんな具合かなと思って見てるとこへ、右の男がサクサクやってきよって、おやさんこんにちは。どうもご無沙汰しております。相変わらずお元気で、皆さんおかわりございまへんかいな。こんにちは。はい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 、どなたんじゃなんじゃ、えらい親しそうにおっしゃるが、もう年取ると目角がわなって失礼しておりますが、どなたんやったいな。どなたんて、大阪のほれ、あの若いもんだすがな。ああああ、おかいな。いや、そやけどなんじゃで、声だけでわからん、あの顔下向けてるさかい、顔上げとくれ、顔見しとくれ。あ、声だけでおやさんわからんか、こんな顔や見とくなあれ。え、なんじゃ、大阪のアホか、ほなボロクソにいいな。大阪のアホかってやんだ、ボロクソにいいな。あんな、おやさん今日不審褒めに来てん。オッケーオッケー、おのれこないだ来た時何ぬかしてん、お前燃えたら一晩やぬかしたやないかい。いや今日はちゃんと仕入れてきてまんのんで、褒めたいとくなあれ。ほんまかい。わしとこが不審したちゅうことも大阪に知れてるか、知れてるかって、そんな気楽なこと言ってたあきめんで、あんたあんなもん知れてるとこで、お前大阪のあんた辻辻に縦札が立ってまんがな。あんた朝号外配ってえらいことや、お前言うと大層やろ。おまんはあんじょ褒めるか。褒めるも何もあんた今日は仕入れてきてますさかい。あんた褒めとくれ。おやさ、不審というものはね、表から褒めるもんですせ。ほうかい、えらい調子がおかしいな。へえへえ、仕入れてきてますさかいな。表がね、表はそう一面の戸が作りとござーい。軽技の工場やな、まるで。まあまあ中入っとくれ。入れてもらいます。中へ入ってちりめんじっくい、上がりがまちが桜の三軒庵。こら言うだけであかんで、いっぺん撫でてみや。お前何をごちゃごちゃ言うてんの。上がりない、上がらいってもうとりますがな、今日はちゃんと仕入れてきたねんな。畳が、おやすさん、あんじょう聞きや。畳がな、おやすさん、畳が貧乏のボロボロで。おい、どこもや。不審したとこや。ああ、畳が貧乏も手のよりへりや。おやすさん、あんじょう聞け。お前があんじょう言わんかい。天井がな、おやすさん、天井が。お前天井言うて天井見てへんやないか。懐ばっかり見てるやないか、大変。いや心配しなんな、今こんな大阪で流行ってまんねんかな。おや、天井が薩摩杉のうずら木と言いながら奥に通んなあれや。お、気持ち悪いな。お前が通らんかいな。通りまんねん。ちゃんと仕入れてありまんねん。おやっさん、とこの前やな。おじゃ、立派なもんじゃろ。分かっております。なってんの床柱、萩の違いだな。黒垣の床が町、こういうところを見ますればおっさん、今日の金閣寺が下駄履いて逃げそうな話やろ。あの辺地道やさかいね。足隣まんねん。ちょっと黙ってなあれ、ややこしねん。この辺隅がにじんだんねん、おやっさん。こりゃこりゃいいなはんな、あんた筋間違うたどないしまんねん。おやおっさん、掛け軸やな。掛け軸見いな、お前は見てから言いな、さよか。こらおっさん、掛け軸や。おまはんにこの掛け軸の良さがわかるか、わかるかって、あんた仕入れてまんねん。これはあんたなんでは太陽の富士でお前ほがな、横に食三人の歌が書いておますがな、おやすさんがその歌はと通たれば。まだ聞いてへんやね。何も通ってへんやな、ね、はよ問いなあれ。あんまりも早いこと問いなあれ。当人よ、ここまでござれ天の原、三国一の富士が見たくば。お、なんか呼んでんのか。お、なんか呼んでんのか。いやもう気にしなはんないなあ、おっさんおっさんおっさん、夏目型の長寿鉢、ええな。お前こっから縁側見えるか。お見えてまへんか。お前向こう縁側いてからおめえな、おかしやっちゃな、こいつは。ここやがな、夏目型。あ、これでっかいな。ああ、床の間の前で褒めてたよな、また。長寿鉢やな、わかるか、わかるかって。おやっさん、こらまあ、2円ぐらいで買えなかったもんやろけども、そこは5円も出した言うたら、おっさん喜ぶか。お、気持ち悪いな、これ。気持ち悪いやっちゃな、こいつ。元にまでわかるか、お前は。
褒めて、褒めておりますがな、台所へ回りまよか、世話しないな、こっちが。まあまあ、回りな、おっさん、まあ、おっさん、大黒柱やな。それがわしの自慢じゃ。さよか。節穴やな。おっさん、えらいとこに節穴あるな。えらい、気張ってんな、お前。それがわし気になって、夜も寝られんねや。寝られんやろ、今にもっと寝られんよ、なんど。今でただですまよ、なんど。うわー、えらいとこ節穴あんな。それ言うなっちゅうね。いや、おっさん、ええ知恵かそか。おまはんらの知恵わかったある。木削れとか、埋木製とか言うにゃろ。何を言うてらんねん、おっさん。削ったら柱が細なりましたろ。埋木したらあんた傷がつきますが、あれへ刺して秋葉藩のお札を貼っときなあれ。日よけ魔よけになって。おまけ節穴も隠れまひょうが。もういちいちどこを見てんねん、お前。ちょっと前向いて喋れんかい。もういやいやいな、今こんな大阪で流行ってまんねやな。あ、ほんでどうです。何がどうですよ。いや、おっさん、ほら、ただほっとけんな、言うて。もう、ぼつぼつ煮えんだすか。お前、そっちでさっき段取りしないな、これ。いやいや、そらまあ、わしも喜んでんねや。ああ、お前な、掛け軸の文字は読めるようになったち。ほんで、またこの節穴隠す手を教えてくれて。ああ、喜んでる。ほらまあ、ただほっとけんわな。ああ、よし、わかった。これ、おばあさん。あのな、大阪の、若いもんが来てくれて、えらい褒めてくれて喜んどんね、わしは。ただほっとけんさかい。あ、小遣いあげようと思うねがな。財布ちょっと持ってきてくれるか、財布をな。あ、銭入れ持ってきて、銭入れ。銭の余計入った方な。ほっとけ、お前な。どっちでもええがな、ほっときな、お前は。いやいや、おまはんがなんじゃ、そんだけ勉強してると思わなんだな。よし、ほなまあこれ、1円。少ないけど、1円取っとき。取っときちゅうてんの。何ぼやいてんねん。1円では約束違う。誰が約束してん。誰が約束してん。何こんな大阪では2円の相場。ほんなも相場あるかい。何もう1円かいな。はよ言えよ、お前は。ややこしやっちゃな。ああ、ほんなこれ2円。取っとき。いただきます。おおきに。おやつさん、銭もうたさか言うにゃおへんけど、牛褒めさせてもらえまやか。もうそれだけやめてくれ。お前、こないだ来たときどないのかして、お前。娘捕まえて、色の黒い骨太と言うて、お前。あれからお前のこと嫌がって出てきんやないかい。いや、今日はちゃんと仕入れたりはんのでな。安心とくなあれ。ほんまに褒められるか、褒められるかってあんた、おやっさん。牛のええのはね。天格違ん。一国六頭、自称八号という牛がよろしおまんねえで。わしも買うてるさかい、そのぐらいのこと分かったるわい。意味知ってんのか。意味分からんで、おやっさん、こんなこと言いまっかいな。つまり天格というのは角が空向いててね、地眼というのは目が地べたにらんでてね、一国というのは一面に黒うて、で六頭というのは鹿のように滑らかで、自称というのは耳が小さうて、八号というのは歯がこうぐいちになってる、そういう牛がよろしおわんねんで。おお、だいぶ悪い勉強してきてんな。当たり前仕入れていたんがな。よし、ほんと褒めさせたらこっち回れな。どうじゃ、あれがわしの自慢の牛じゃ。立派な牛やろ。はあ、これでか。おっさん、この牛だいぶ弱ってまんな、これ。弱ってる。弱ってはんな。舌出してよだれ食って、あんたドテッと横になってましたやないかい。そりゃ犬が昼寝してんや。ああ、犬。ああ、犬かい。ああ、道理で角ない。女もあるかいな、おい。牛は向こうやん。ああ、それでっかい。ああ、なるほど。うわあ、こら大きい牛やな、こら。なるほどな。角が上向いててな。ああ、ほんでね、なんじゃ、目がちべたにらんでるし、一面に黒うて滑らかでな、耳が小さうて、歯がぐいちになって、こら、おっさんええ牛やな。こら、ええ牛やな、このおっさんええ牛や、こんな牛見たことないな、こら。こらええ牛やな。で、一生懸命褒めておりますと、牛は何を思いましたか。この男の方へおケツをくるっと向けますと、むさいもんはそれへベタ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 。ああ、何すんねんな。おっさん臭いな、おっさん。せっかく褒めてんのに臭い臭いな。
臭いなおっさんは。カニ手やっとくれ、カニ手やっとくれ。これが人間やったらこんだけ褒められたらありがとうと。例の一つも言うとこやけども相手がチキショーじゃ。カニ手やっとくれな。あの穴さえなかったらな。おっさんええちえかそか。どないすんねん。あれさして秋葉のお札貼っときなあれ。Thank you.